はい、というこういうミキサー設定とか、あとはドラムキットの設定、ある、先ほどやったようなタムレゾナンスの設定、シンバルスウェルの設定というのは、全て実は一つのプリセットとして、ここですね、だんだん今左に行ってるんですが、ドラムを一個一個置きたいのか、それともキットでプリセットをロードしたいのか、そうじゃなくてもうミキサー設定まで合わせてロードしたいのかという時には、このプリセット、が有効かなと、思います。またじゃあちょっと名前に沿ってやってもらいましょうか。はい、BFD3 だけにちょっと絞っておきましょう。あ、レゲエありましたよ。レゲエはちょっともうちょっとシンプルなんじゃないですかね。こんな感じですか。はい、パワーバラードだそうです。パワーバラード、これバラードですかね。このタムはバラードじゃなくないですか。イギリス人の感覚はちょっと違うのかもしれない。ちょっと使タムの多分入れどころが違ったんですね。すみませんでした、はい、インディーロック。インディーロック、まあ、なんていうふうに、これはここをご覧いただくと分かるんですが、ミキサーの設定をいろいろとバランスを変えたりとか、タムレゾナンス、シンバルスウェル、あと、あるいはチューニングであったりとか、そういったものも全て込みの状態で、ロードをかけています。ですので、例えばですけども、じゃあプリセット変えちゃうとさっきのミキサー設定も全部解除されちゃうのってことにならないように、ここをぜひ併用していただきたいんですが、このパワー感すごい好きだな、ミキサー設定すごい好きだ、でこの状態のままキットだけ変えたいっていう時は、ここですね、ミキサーの設定は読まないで、グルーヴの設定も読まないで、キーマップも今 V ドラムでやってるんで読まないで、キットだけ変えてくれっていうモードですね。このままじゃあ、ヒップホップに変えましょうか。はい、なんていう、ロードしたいところを絞り込んで使うということももちろんできるようになっています。これはだから逆を言うと、キットは変えない、ミキサー設定だけを変えていくみたいなのももちろん有効ですし、いろんな組み合わせがあると思いますので、例えばこれ、これですね、グルーブデータも一緒に読み込んじゃいたいのか、グルーブは固定したままにしたいのか、キーマップは変えたいのかどうかっていうのも全て、プリセットなんだけど読む読まないという選択ができるようになっています。でこのプリセットなんですが、1年2年ほど前かな、ちょっととあるエンジニアさんのところに、参りまして、 BFD のプリセットをちょっと作ってくれという無茶なお願いをエンジニアさんにしてきたんです。なぜ無茶かというと、その方、吉祥寺にあるスタジオなんですけども、江戸前レコーディングススタジオというスタジオさんなんですが、ご覧いただいてお分かりになる通りですね、もう古今東西といって、これ一角なんです、ちなみに、古今東西と言ってもいいぐらいヴィンテージドラムが超揃ってる、多分都内でも日本でも随一というスタジオでして、もうあらゆるキット、スネアキック、シンバル、タム、すべてが、ものすごいものばかり揃ってるというスタジオが実は吉祥寺にあるんですね。でその、エンジニアさんに BFD のプリセットを作ってくれという、ちょっと無茶なお願いをしに行ったんです。最初ちょっと、なんで俺って言われたんですけど、その後気に入っていただいて、ぜひやりましょうということで、BFD3 のプリセットを作っていただきました。こういう風な感じで10種類かなのプリセットを作っていただいたんですね。これ弊社のウェブサイトで無償配布をしておりますので、ぜひ BFD 入手された方は、先ほどのページからダウンロードしてもらえればと思うんですけども、非常に濃密なプリセットが揃っているので、ちょっといくつかご紹介したいと思います。例えば試していた菅澤さんがすごい気に入ったというギャラクティックですね、はい、スタントムーアですね。どんどんいきますよ、ジョン・メイヤートリオ、
まあ、こんな感じで10種類プリセット非常に使いやすいだけでなく濃密なもう考えつかないようなプリセットたくさん作ってくださいましたのでぜひ BFD3 に入手されたらダウンロードして使っていただきたいんですがここで一つその鹿間さんというエンジニアさんに習ったテクニックをご紹介したいんですけど実はここ見ていただくとスネアを2つ重ねていると、先ほど申し上げました通りもう日本屈指のヴィンテージドラムが揃ってるところの方なので、まあ、ドラムの音には非常にうるさいエンジニアさんではあるんですけども、残念ながら BFD3 をいろいろ試した結果好みのスネアっていうのが1個か2個しか見つからなかったとでそれ以外でちょっとバリエーションを出すっていうことを考えた時に思いついたのが先ほど紹介したリンク機能を使って2種類のスネアをこれ実はスネア2個使ってるんです2種類のスネアを一つはヘッドだけ一つはスナッピーだけというふうに組み合わせて1個のスネアで2個鳴るようにしているですのでちょっとスネア叩いていただくとこれですねこちら側のトップの音とこっちのスネアの、サイドの音しかもスナッピー外している状態ですねこれを合わせてこのスネアの音をというのを、いい機能だよということで、まあ、いろんなキットでこの、リンク機能を多用されていますものすごい面白い機能なのでちょっとこれもスネアで叩いてもらっていいですかこれは元はこういうちょっと変わった、ね、通常だとミュートしちゃいそうなぐらいの、音に対してこのスネアを混ぜてる使い方ですねはい、押されていましたさらにエフェクトですね、今回のプリセット作成を引き受けるにあたって一番核になったのがこの BFD のエフェクトだというふうにおっしゃっていたんですが、このエンベロブシェーパーというのはぜひ、使っていただきたいんですね、エンベロブシェーパーですのでアタックを出す削るどちらもできますで通常ですとご本人はマイキングで音アタックを出したかったら近づけるしアタック緩めたかったらマイクを離すっていう取り方をするんだけどこれはもうサンプルを取ってある状態なので、そういったことはできないそれを叶えてくれたのが、まあ、このエンベロブシェーパーだったし、まあ、奥行きの付け方アタックの出し方も調整できたとちょっとキック踏んでもらっていいですかこのキックをこのエフェクトを使うことでアタックをもっと出したい要はつまりマイクをダメに近づけたいというロスした下にちょっと遠く行きましたよねリバーブかけたとかではなく遠くに来たっていうのはちょっと分かると思います逆にサステインをもっといわゆるチューニングの領域だと思うんですがもっと伸ばしたようにしたいという時はこういうふうに伸ばしちゃうということもできる、まあ、要はエンベローブを自由自在に後から変えることができるというエフェクトでこれは非常に便利なので、まあもちろん一般的な DAW には多分ほとんどついてないエフェクトの類だと思いますので、これをぜひ活用していただいて、音色の作成に、役立てていただければなと思います。